今日午前2時18分ごろ、石川県の輪島市で震度5強の地震がありました。震源地は石川県の能登地方で、震源の深さは12キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.5 と推定されます。輪島市によりますと、県道の乗り面が崖崩れを起こし、片側通行になっているなどの被害があるということです。